Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は TOEIC 対策をせずに950点を超える方法についてあなたにお伝えをしたいと思います。TOEIC 900は超えたんだけれども、950の壁をなかなか超えられない、910とか920とか930とか、そこら辺でくすぶっている、どうにかしてブレイクスルーを得たい、そういうですね方、ぜひですねこの動画をご覧いただいて、あ、そういう風にする方法もあるんだな、あ、じゃあ自分も試してみよう、そうやったらできるかもな、そういうですね一助にしていただけたら嬉しいですので、ぜひですね最後まで動画をご覧いただけたら嬉しいです。今日は TOEIC の対策を全くしないで TOEIC 950点を取る方法ですね。とても逆説的にね聞こえるかもしれません。僕もね他の動画で、本当にねその目標あるんだったら、まずその目標を定めて、その目標に特化した対策をしなければいけないと、まあ、それをね進めている動画もあります。なのでねすごく逆説的、に聞こえるねかもしれないんですけれども、実はこういう方法もあるんだってことをですね、まあ、自分の例も踏まえてですねあなたにお伝えをしていきたいなと思っています。はい、じゃあどうやったら全く TOEIC の対策もせずに900点、また950点のその壁を超えることができるのか、はい、結論からお伝えします。それは先を見据えることなんですね。はい、それは先を見据えること、そして先を見据えて対策をすること。はい、とてもねざっくりして分かりづらいと思うんで、もっと詳しくねこれから説明をしていきますので、ぜひ聞いていただければと思います。結論は先を見据えてその対策を着実に確実にしていくことですね。先を見据えること、はい、その意味は何ぞやということなんですけど、言い換えるとですね TOEIC900、950、その先にあるレベルのものを見据えるわけなんですね。そしてそこに向かって歩んでいくということです、あなたは。そこに向かって日々訓練特訓をするということです、英語のね。そうすることで気づいた時には実はもうすでにあなたはそのレベルを超えていたっていう現象が起きるんですよね。自然に TOEIC の対策は別にしなくても、その先を見据えた訓練をしていくことで実はあなたはもうすでにそのレベルに達していたと、それがもう達成できるようになったと気づいていたら、それがですね今回の結論になるわけなんですね。じゃあなんで僕はそういうふうに言うかというと、僕が実際にですねそれをしてですね、そしてまた僕の周りのね、英語学習者の中でもやっぱりそういう TOEIC だけではなくて他のことに主眼をこう置いてですね先のものをこう見る、でそれを実践することによって、その壁を越えることができた、まあ、そういう人がですね実はいるんですよね。結構たくさんいて、そのね経験をちょっと簡単に具体的にお伝えさせていただきますと、まずですね僕が、940点をですね、取った時期がありました。でその当時僕25歳で英検1級に受かってですね、TOEIC 940点が取れてすごくね、嬉しかったんですね。ただその940点からの壁がなかなか越えれなくて、なかなか超えれない、なかなか超えれないと思ってね、すごくくすぶっている時期があったんですね。で、940取って、英検1級取って、そこからですね、僕、海外大学院に留学をしまして、まずイギリスだったんですが、そこで1年間、国際関係学の修士号を取ってですね、課程を踏んで、その後に2年間海外でね、ロサンゼルスで仕事を赴任をして、その後に大学院にね、またカリフォルニアの大学院に行きまして、でそちらでまたね進学の修士課程をね、しまして、でその後カナダにね留学をして、また3つ目の大学院にね行ったわけなんですけれども、その3つ目の大学院に行った時にたまたまですねちょっとまた1年発起をして TOEIC をこうちょっと受けてみようかなと思ったんですね。そしたら、全く対策をしなくてね受けた TOEIC、もう本当に月日もかなり経って、2017年ぐらいだったかな、受けた TOEIC がじゃあ何点だったかっていうと965点だったんですね。965点で、その時は全くですね対策をしてなかったんですよね。全く対策しないで965を取れたわけですよ。リスニングが満点 で、でリーディングがですね、470だったかなその時、それね、自分の体験だったんですね。全然対策もしない、ただその期間に何をしたかというとですね、大学院の課程を2つも経てですね、そしてまた3つ目の課程を踏んでいて、
その要は自分そもそもですね、国連で働きたいという当初の夢思いがあって、そのために大学院に行く必要があって、で大学院での、ね、学びをしていました。で、まあ、その目標を、まあ、先に定めていたわけなんですね。大学院に行く、僕が学びたい国際関係学を学ぶ、平和学、開発学を学ぶ、それを実践をするっていうね、そういうこう夢がね当初あったんで、目標をそこに定めていた、もっともっと先に置いていたわけなんですね。まあ、そうすることでモチベーションも保てるばかりか、英語力もですね自然とそちらにこう向かっていくようになるんですよ。まあ、何十ものペーパーを書いたりとかね、授業に参加したりとかね、そうインプットアウトプットの繰り返しをねやっぱりすることによって飛躍的にですね英語力が伸びました。うん、まずね、これはあの海外留学された方、あるいは海外の大学院とかね大学に留学をされた方であれば、そのね、まあ、辛さというかね、あの過酷さがね、あの分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけど、まあね、本当のおかげさまでですねすごく英語力が伸びました。まあ、その、ね、経験が一つあったりとか、最近ではですね別の動画で TOEIC を最近受けまして、先月なんですけれども、まあ、受けてですね、まあ自己最高ならずという感じだったんですが、国内で受けた TOEIC では実は過去最高だったんですね。うん、あの960というのを取ったんですけど、リスニングが490、うん、そして、リーディングが470とね、ちょっと、ね、残念な結果になってしまって、すごくね悔しかったんですけど、その時もですね実は TOEIC の対策は全くしてなかったんですね。うん、まあ、なんで TOEIC 受けたかっていうと、まあ、自分のそのリーディングの実力を試したかったっていうのがあったんですね。まあ、そのじゃあなぜリーディングの実力を試したかったかというと、国連英検特 A 級っていうねその資格を、5月中旬にですね下旬に受ける予定なんです。でその一次試験がですね、もう完全なリーディング、そしてまたライティングなんですけど、一番の自分の弱みはリーディングなんですね。なのでリーディングの力をもう伸ばしたいというね、そのやっぱり思いがあったので、実践でね実際に使って自分の実力をこう客観的にね知りたいってこともありましたし、まあ、久しぶりのねその、敵と向き合って、満点取ってやりたいというね、淡い思いもありました。まあ、なのでですね受けました。で、あの先ほど言った通りなんですが、全然 TOEIC の対策していなかったんですね。で、国連英検特 A 級のための対策、じゃどんなことをしているかというと、Foreign Affairs というね、外交問題に特化した、雑誌があります。その Foreign Affairs という雑誌を、まあ、3ヶ月ぐらいですね1日数記事読んでいると、うん、という状態でですね。でここ最近 1,2 ヶ月は The Economist エコノミストっていうね、これも経済問題、経済政治問題に特化をしたですね、イギリス あの雑誌がありまして、まあ、Times、The Time とか、あと The Economist とか、ニュースウィークかな、まあ、そういうのすごい有名なのあるんですけど、僕の場合は The Economist を読んでますね。やっぱりこう洗練された英語で、Time よりもね、個人的にはすごく見やすいなって感じています。うん、分野としても、すごく国連英検が扱う外交問題とかに特化をしたねジャンルを扱っているので、すごく読みやすいし、まあ、そもそも僕のね、学びの過程が実は国際関係学ってね先ほどお伝えしたんですけど、そういうこともあってすごくね読みやすいと、しその試験に直接つながるというところで読んでます。うん、で、まあ、主にその2つですね、あと UN ニュースとかね、あの国連のニュースがね流してくださる、オーディオでも聞けるしニュースでも、ね、見れるっていうウェブサイト、アプリがあるんで、まあ、それを見ながらね、主にその Foreign Affairs、The Economist、UN News、その3つですね、を、毎日ね、3から5記事ぐらいをね、こう読んで、最低でもですね、どんなに忙しくても読んで、それをこうね、要約しながら、何を言ってるのか、事実は何なのかとかね、どういう問題があって、どういう解決策を提示していてっていうね、そういう読み方をね、能動的な読み方をするようにしてます。うん、まあ、それをね、ずっとこう繰り返すこと、うん、もっと言えば、国連英検特 A 級の一次試験の今リーディングですね、ライティングで十分な点を取って一次試験にこう受かるために必要なリーディング力ですね、うん、まあ、それを得ることを目的に今リーディングをしている過程で TOEIC を受けたら点数が960点だったっていうねことなんですよね。まあ、だいぶね英語力も錆びついている部分があったりとか、錆びついている部分もあるし伸ばさなきゃいけない部分もあるしね、まあ、特にリーディングですね、うん、なのでそこのねすごく成長しなきゃいけないところもね自分で分かっているので大変なところではあるんですけど、でもその先を見るってことなんですね。まあ、昔の僕で言えば海外にね留学をして修士課程で自分が学びたい国際関係学を学ぶってことだったりとか、
今のね自分の場合で言えば国連英検の特 A 級をね受験をするっていうことに目標を置いて、そこの試験に向かって頑張っていく、うん、日々毎日ね、英語のリーディングの特訓をしていく、まあ、それをこうすることによってですね、自然と英語力が、まあ、特に今の自分で言えばリーディング力がですねこう伸びていってるわけなんですね、うん、なので、もしあなたがですね TOEIC 950の壁がどうしても超えられないとかね思い悩んでいる場合はちょっと視点を変えてみてね、もしかしたら TOEIC だけの例えば公式問題集やるのもいいけれども、あるいはね単語帳やるのもいいけれども、そうじゃなくてもっと違う視点、例えば IELTS の 7.0 とか 7.5 を目指すだったりとか、国連英検 A 級とか特 A 級を目指すだったりとか、英検1級を目指すだったりとか、そういうねいろんな試験を並行して受験をする、まあ、それを実践してやっていくってことも一つの方法なんじゃないかなって思いますね、うん、やっぱり一つのことにこうやっぱ集中しちゃうとどうしてもね近視眼的になってしまって、まあ、アーペックになってしまって、なかなかあの全体が見えなくなってしまったりとか、うん、本当はねもっと効率的にできるのにもうそれしかねやっていなかったりとか、うん、で結局英語力伸びなかったりとかねして悩んじゃったりすると思うんで、やっぱりですねいろんなことをこうやっていくっていうことはすごく必要なんじゃないかなと思いますね、うん、やっぱりあの自分がねそういう体験をして、うん、あの伸び悩んでいた時期がねすごく長かったので、本当に大切な要素の一つ、これねテクニックでもなければなんかその一時的なねあの小手先の技でもない、真実としてですね先を見るってことですね、はい、あなたが今見えているものの TOEIC それが950であるならば、その先を見るってこと、その先を見据えた対策をしていく、国連英検特 A 級なり英検1級なり、まあ、海外留学でもいいです、一歩先二歩先のレベルを見据えてそこにあなたが向かっていく、そしてその対策、単語もそうだし文法もそうだし、リーディングね、僕の場合はね苦手なリーディングもそうだし、そういうことをこうどんどん特訓をしていくことによって、結果としてあなたが蓋を開けてね気づいた時には、あ、自分実力ついてるじゃんっていうね状態になってる、こういう話でした。ぜひですねこの動画参考になりましたら、高評価、そしてまた登録まだの方はですねぜひ登録していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。今日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you, your family and your friends. Bye bye.